レーナルド・オルドニエス・スペレーラは、キューバ共和国、ハバナ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。キューバ国内リーグセリエナシオナルデベースボールでは、地元ハバナのチーム、ゲレーロスでメトロポリタノスとレオネスでインダストリアレスに、所属。インダストリアレスには、キューバ代表の声優劇種、ヘルマン・メサが在籍していた。1993年7月12日、 第19回カキユニバーシアード大会の野球競技の B 代表の一員としてアメリカ合衆国のニューヨーク州バッファローに滞在中宿舎を囲む高さ2.5メートルのフェンスをよじ登って脱出し亡命した亡命後は北米独立リーグノーザンリーグのセントポールセインツで15試合プレー。シーズン終了後の十月二十九日に MLB のニューヨークメッツと契約を結び 入団した。1995年は、マイナーリーグのトリプル A 級のフォークで、フルシーズンを過ごした。抜群の守備能力の高さを発揮し、メッツはこのシーズン限りで、声優劇種のホセビスカイイの二類種にコンバートした。1996年4月1日の開幕戦の対戦トルイスカージナルス戦で MLB 初出場。7回に出た。 左翼戦を破るあたりでは外野深くまで移動、両膝をつく体勢で左翼手からの返球を受け取り、そのままの体勢から本類へ送球して補い札を記録した。対戦したカージナルスの後にアメリカ野球伝道入りする名誉劇手、オジー・スミスはオルドニエスのプレーを見て私の後継者となる存在と高く評価した。この年は151試合に出場し、 打撃成績は打率257.1本類が30打点でオプスは592と MLB の全規定打席到達者の中で2番目に低い数値だったが守備成績は視察228、補察450、閉札102を記録し新人王の投票でも5位に入ったただし27失策を期しまだ不安定であった 翌1997年には120試合の出場で失策を九にまで減らし、初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後は3年連続で受賞した。特に1999年には154試合の出場で、守備機会639に対して、失策はわずか4で、年間守備率は994。遊撃手のシーズン守備率のナショナルリーグ記録を、 更新した。また、この年の6月14日から翌2000年3月29日に、かけて101試合連続無失策の遊撃手 MLB 記録を樹立した。記録が途切れた3月30日の試合は記念すべき、MLB 史上初となる北米以外で開催された公式戦開幕シリーズの第2戦であり、人工芝の日本の東京ドームでの試合であった。 この連続無失策記録は2年後の2002年に、ボルチモアオリオールズのマイク・ボーディックが110試合に更新した。2000年5月29日の対、ロサンゼルス・ドジャース戦で走者との交錯プレーにより、左腕を骨折し、以後のシーズンを欠場した。この年に、チームはワールドシリーズに進出したが、出場することができなかった。 2001年4月3日に復帰したが、守備能力は大きく落ちた。2002年は新たに、ロベルト・アロマーとに遊間コンビを組んだものの、二人とも、プレーは以前のような制裁を書いた。これに失望したメッツファンからのやじに悩まされ、シーズン終盤のニューヨークポスト氏のインタビューでは、ここのチームのファンはあまりに愚かである。我々は、機械ではないのだから、 全ての試合を完璧にこなすことなんて不可能だと契約が切れる。翌2003年シーズン限りで他球団へ移籍する意向を明らかにした。2002年12月15日にタンパベイデビルレイズへ移籍した。2003年はシーズンのほとんどを怪我で逃し、わずか34試合の出場に終わった。2004年5月18日にシカゴカブスへ移籍。しかし、 ここでも23試合の出場に終わり、7月23日には解雇された。8月にアメリカ合衆国の市民権を取得した。2005年はサンディエゴパドレスのスプリングトレーニングに参加したが、契約には至らず、この年と翌2006年は MLB とマイナーリーグで1試合もプレーしなかった。2006年11月14日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。 2007年開幕直前の4月1日にトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。したがって2004年7月19日の出場を最後に MLB ではプレーしていない。2013年3月にキューバ政府が自由化の一環で国民の海外渡航制限を緩和したことから20年ぶりに故郷ハバナに帰郷した。4シーズン打率。 261出塁率、288超打率、322オプス、610272試合712、打数186アンダ232塁打43塁打23四球6、四球76三四4本塁打,打71打点19盗塁。ありがとうございます。